そうですよね。ガサイリウム振りまくります。ありがとりがとう。ありがとう。横山さんとさ話したの最後いつだろう 全然会ってないんですよね。会わないマジで。最後に会ったのいつだろうってくらいです。公園も私ってじゃなかったし、ってくらい。ほんと全然会ってないです。久しぶりかも。会ったかな。あったっけ。全然会ってチーム A の人たちもあんま会わないからな。チーム A でも全然会わないですね。チーム A での活動が、公演もその久しぶりだったし、この前でも全然会ってないメンバーさんとかめっちゃ多い。嬉しい、久しぶりに会えるの。嬉しいです。本当にね、嬉しい、こうやって最後にチーム A 一緒に公演が出られるの。ありがたいことですね。写真絶対撮ります。もちろん。三角パイ食べたの。三角チョコパイ 食べました。黒と、なんかクッキークリームみたいなの食べました。まだある？三角チョコパイ。美味しかった、美味しかった、どっちも。なんかカスタードみたいなの食べてないけうん。本当にスピコ。なんかね、スピコなんですよ。ほら。ほら。でもね、リップはしてます、リップ。リップしてます。
スピコ詐欺。リプはいいよね、スピコで。いや、メイクしろよって話なんですけどね。いつもスピンのまま配信してます。え、めっちゃ髪伸びたことない？そら伸びてないよってか。いや、伸びたな。伸びた。そんなことないか。まあ、ちょっと伸びた。伸びた伸びた。いや、すっぴんなんですよ、ほんとにね。こう、もういくらもね、こうやって。ほんとに。うん。そろそろ暖房つける？いやー、そうですよね。もうみんなつけてる暖房。12月入っちゃったしね。でもまだ全然いけるんだけど。全然は言い過ぎた。まだ、私、まだ生きるわ。もうそろそろ消えたくなったんじゃない？うん、そうですね。この、そうですね。そうですね。でも、まあでも、この長さもね、初めてだろうから、楽しんでますよ、十分。こっからね、ミディアムヘア、楽しんでね。ロングヘアっていろいろ楽しめるからね。頑張ります。欲を言えばもうめっちゃベリーショートにしたいですけど、したい髪型いっぱい、ウルフカットもしたいしね。髪の毛は自由自在にできればいいのに。え、なんぼつけてる？あ、それのヒートテック効果すごくない？私今日感動したよ。結構ヒールテックめっちゃあったかいもん。え、暖房、そうだよね。まだ、うん、ポチポチって感じか。岩倉なんかさ、一番好きかも。本当？結構微妙だなと思うんですけど、でもまあね、私次にこんな長さは今までなかったから、貴重ですよ。嬉しい嬉しい、ありがとう。え、前髪めっちゃいい感じやな。前髪めっちゃいい感じやな。よかった切って。なんかでもこけしみたい。そんなことない？まあ、告知でもいいか。もういいか。うん。ヒートテックすごい、本当に。さすが。ヒートテックっていうと、中学の頃の国語の先生が、いつも、私は太ってるからミートテックなのよって言ってたのをね、いまだに思い出します。ヒートテックって聞くと本当に面白いね、先生だったんですよ。え、前髪めっちゃいいよね、超。今めっちゃいい感じだけど、いやでも分かんない、明日になったら癖でもブーンってなってるか。 今はめっちゃいい感じです。結構きっとだと思う。まあそうでもないか、ちょっと。でも揃いましたね。うまくいった。え、ミートテックめっちゃ面白い、そのミートテックの先生。めちゃくちゃ面白い先生だったんですよね。授業がもう半分くらい雑談で潰れるような先生だったんですよ。でもそういう先生って本当にね、授業ももう何？大事なところを分かりやすく教えてくれて、めっちゃ分かりやすかった。人気の先生だった。私は太ってるからミートテックがあるからいいのよって冬になったら いつも言ってました。冬になるとね、毎授業のように言うんですよ。私はミートテック着てるから。 羨ましいでしょ、みんな。ミートテックなのよ私は、っていつも言ってました。国語の先生、もうめっちゃ面白かったんだよ。
私は前の学校ではね、もうやんちゃした生徒をね自転車で追いかけ回してたの。授業サボ、授業なんか出てた生徒をね、学校から自転車をね漕いでも追いかけ回してた。面白いエピソードがね、もう毎回話してくれてました。本当その先生の授業は楽しかったですね。みんな楽しみだった。だから国語の点数もその先生だから良かったのかな。国語の点数は良かったですね。あだ名ミートテク、あだ名はミートテクじゃなかった。先生、そうだよね。国語、好きよ。国語は、でも国語はさ、勉強せんでもさ、なんかいけるやん。国語が一番好きでした。漢字とか読書とか好きだったからね。国語は好きな、一番好きな教科だった。そうなのよ、雑談して面白かった話が。高校は、高校、あ、でもそうね、うん。高校か、高校はでもね、思い出いっぱいですよ。読書感想文嫌じゃなかった。読書感想文は嫌でしたね。読書感想文ってでもあんまりやったことないかも。作文とかでも全然普通に嫌いでした。うわーってやる気になんなかったね。でもやり始めたら楽しいみたいなタイプでしたね。やるまでがみたいな。国語の成績いい人は英語や数学もいいのでは。そんなことないですよ。そんなことないですよ。そんなことない。私さ、算数からねずっと苦手だった。数学もめっちゃ文系やって。もでも英語もね、そもう全然ダメでしたけど。でも本を子供の頃からよく読んでたから、それがちょっとあったのかなと思いますけどね。国語得意だったの。数学本当に苦手すぎて、嫌いだった。なんか数学の授業ってさ、でもその本当に昔からもうできなすぎて嫌いだったんですよ。で中3で中学3年生で受験の時期になって、やっと私は勉強し始めて、遅すぎって感じなんですけど、そこで 塾行くことになったんですよ。で塾の先生ってもうめっちゃ塾の先生教えるの上手すぎて、その1対1とかだったんですけど、それで楽しいねってなりました、その時。それまでやっぱ教える人って誰やねんって感じですけど、教える人によるねやなみたいな。そうそう、だからその先生に教えてもらってる時めっちゃ楽しかった。やっぱ分かると楽しいって言ってるからさ、数学得意な人さ、その解けた時楽しいみたいに言ってたからさ、あ、これなんだってその時分かりました。それまで全く理解できなかったから。うん、そうだね。でも、今なんか全然数学とかやんないよね。高校もね、高校はもう勉強もう何やってたかもう記憶にないわ。必死に頑張ってたけどね。一
ひたすら必死に頑張って。でも課題多いやん高校って、バリ多いじゃないですか、意味わからんくらいあるじゃん。しかも中学校はさ、まだ先生がさ、もうどうしようもない時はまあするし、なんかまだ融通きくというか、高校ってまあいろいろかかってるじゃないですか。だからめっちゃ大変だったな、課題がもう意味わからんくらい多かった。うん、教える、そうね、高校の数学の先生さ、黒板、数学の先生めっちゃ分かりやすかったんですよ、教え方、高校の分かりやすかった、そうですけど、なんか結構なんだろう、すごい面白かった、サバサバしてる系の女性の先生だったんですけど、でもすごい面白くて、だけどめっちゃね、黒板書くスピードが速すぎて、なんかなんだろう、大事なとこ書けばだけ書けばいいんだけど、そうめっちゃ速かったな。高校の先生、数学の先生は黒板速かった、書くの。社会とかも教え、それな、中学校の社会のめっちゃ先生の話、めっちゃ先生覚えてる。中学の社会の先生はずっとヘラヘラ、なんかいい意味でめっちゃ面白かったです、大人気だった、みんなが。ずっとなんかジョークみたいな冗談ばっかり言ってましたね。だからめっちゃ楽しかったです、面白かったですね。うん、授業出れない時ね、頑張ってたな。高校1年生一番頑張ってました。ギリギリで教室に書き込んだりとか、一回だって一回授業休むと結構大きいじゃないですか。高校、中学校はさ休んでも大丈夫だけど、高校って休んそんな休めないから大変だったね。ヘラヘラって言い方だろうか、面白い先生いいね、先生たちに会いたくなりますね。あー、体育の先生、高校の体育の先生は優しかったけど、いやどう、でもなんか学年主任の先生とかでした、高校1年生の時とか厳しかったけど、けども優しかった。中学校の体育の先生はもう癖強すぎでしたね、もう見た目がいかつすぎて、もう野球部の、あの顧問とかだったんですけどね。もう面白かったな、真っ黒でスキンヘッドでサングラスかけてたんですよ、あのスポーツの、なんかスポーツしてる、なんか監督さんとかがよくしてるいかついサングラスみたいなのあるじゃないですか、めっちゃすごかった、見た目のパンチがすごかったです、強かったな。中身はもうなんかエンジェルみたいな見た目とあれだったけど、見た目と話しかさはいかつかったけど、いい先生でしたね、楽しかった、こう中学校高校楽しい学校生活でした。
イエーそんな学生でしたね私はどんな先生の話ばっかり。私は楽しい、うん、楽しく過ごしてました。え、もう今何分？もう9時になっちゃう。早くない？もう9時だよ。皆さん、今日って何？水曜日か。え、火曜日？水曜日？曜日感覚。あ、何曜日だ今日何曜日？水曜日か。水曜日、ありがとう。今日水曜日なのか。早い。あれ、もうそろそろ寝る時間。いや、そうですねいや、まだまだまだ、うん、皆さんぜひツイッター見てね。インスタも後であげるね、写真ぜひチェックしてください。あと夢見るの動画、ショート動画ぜひ見てください。ドーナツ食べてる動画再生回数と高評価の数が一番多かったメンバーの動画がアップされる予定なので、3人ね今夢見るでショート動画を1人ずつ上げてるんですけど、ぜひたくさん見てください。お願いします。そうですね、そんな感じかな。あとビスさん本日発売です。改めてぜひね、私の記念すべき初ビスさんゲットしてください。お願いします。そんな感じですかねはい、あとね福袋予約始まってますので、 AKB グッズ福袋の予約始まってますので、吉田の福袋ゲットしてね、ぜひ。ロング吉田です、髪の毛。はい、そんな感じですかね12月始まりましたけど、ね、今月は特にねいろいろ盛りだくさんの1ヶ月になると思うので、盛り上がっていきましょう楽しい1ヶ月に。あと皆さん寒さに気をつけて、私もですけど、お体にも気をつけてお過ごしくださいませ。さあ、では終わりますかありがとう、1時間、約1時間の配信ありがとう。ではね、ランキング読みます。13位、あ、待って、13位、ルークさんありがとうございます。12位トリオエジさんありがとうございます。11位ヒデトさんありがとうございます。10位ワサッピさんありがとうございます。9位ヌッシーさんありがとうございます。8位マサヤさんありがとうございます。7位タートシさんありがとうございます。6位ランキングゴニカラオケでヘナチョコサポート読みにくいわえ、ヘナチョコサポート、てん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 
てん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 。はい、5位森さんありがとうございます。4位じゅんさんありがとうございます。3位ポクレンバサランさんありがとうございます。2位ひがさんありがとうございます。1位はやちゃんさんありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。歌詞全く歌わないという、ありがとうございました。イエーイ。じゃあ、今日もお疲れ様でした。明日も頑張ろうね。また明日。おやすみなさい。ありがとうございました。またね。バイバイ。バイバイ。